社の建設は全て中断して作業員たちに帰る準備をするように命じた数週間前にここを離れて都市一番の賢者に助言を求めるべきだった暴力沙汰は増える一方最初は緩やかな増加だったから建設を成功させなければというプレッシャーのせいだと受け流していただが今や疑うべくもないこの谷には何か邪悪なものが住み着いているそれは我々の負の一面に寄生し 邪悪な考えを起こさせる。昨日若い石工が知らせを持ってきた。足場が倒壊して何日も費やした作業が台無しになったというのだ。それを聞いた次の瞬間、私は彼に襲いかかっていた。補佐が引き離してくれた時にはもう青年は血だらけになって混沌していた。手を洗っている時、指の関節に食い込んだ彼の歯のかけらに気づいた。もう自分がわからない。ここを去らなければ。 爆弾が投下され反乱の火蓋が切って落とされた私の敵の敵先住民たちが立ち上がったのだこの日をどれほど夢見たことかイワンと娘もうまくやれば自由を味わえたかもしれないが死んでしまった助けてくれたかもしれない人たちなのに彼らに殺されてしまったのだ私と一緒に谷にいたソ連の臆病者たちは九条松以外に手立てはないという。 私を護衛すると言っているが、何もないところでビビるような奴らだし、物資は減る一方だ。救助は来ないだろう。それでも生きてやる。そして、私を捕まえていた奴らは死ぬ。この世界、生き残った者勝ちだ。連中はとても迷信深い。彼らの食料に例の花粉を混ぜ込んだ。効果が出て、奴らがぐずぐず涙を流し始めたら、新しい顔をまとう。 連中が子供の頃から恐れていた存在になるんだバーバヤーガ悪のヨーバ魔女あいつらは恐怖のあまり叫びながら死ぬだろうこれでもまだ手ぬるいぐらいだ自由に生きることができないのなら影の中で一人生きよう死んでイワンと娘に再び会える日が来るまで。 バーバヤガの武器鎌だけど魔女のほうきに見えるように細工されてるわこうやって神話が生まれていったのね。 この谷はあたしのもの水をやって夢見みぐさを育てたのはあたしだ誰も入れてやらない誰も出してやらないもう我慢して下界にいることはないようやくあたしの思い通りになる場所を見つけたんだ 声を聞きたいばかりに私は独り言を言うそれで空間と時間を埋めるんだでも何も言うことがない静けさに耐えきれなくなったら眠るようにする失った者の,の夢を見る皆安らかに言ったのならいい私の夢が皆な嘘ならいい 一人になっってしまった谷にはまだ人影があるが人ではない亡霊だ見慣れた顔をまとい死んだ仲間の声で助けを求めているもちろん素直に聞き入れるわけはない剣で寄せつけないようにするか叫ぶのをやめないなら黙らせよう揃って安全な場所へ避難しようとした時にはもう何者かが都市に戻る道を破壊していた逃げ道がないと分かると私たちはお互いを襲い始めた 今血迷った者が弓を持ち谷の高いところにいる私が助けを求めて送った電書ガラスを撃ち落とすのだ亡霊たちが戻ってくる私が追い払える以上の数だこの谷では誰も生き残れないこれが私の最後の言葉になるだろうどうか教訓として役立ててほしいうっ 私を虐げた者たちを痛めつけるために生き残ったのかと思ったが結局自分を痛めつけるために生き残ったように思う命なんて何の価値もないどんな命もそうさ谷には新たにやってきた者たちがいるこの世を生きる価値なんぞないということを教えてやろう